毎度、今日は奈良市は駿河町の寿司市行くで。うわー懐かしいな。こちらもうほんと老舗中の老舗ですね。長いことやってあります。わてが小学校 3,4 年ぐらいの時、その頃から親に連れてもらって来てたから、約50年ぶりに来ました。はははは。ってことで久しぶりに行こうと思ってグルメサイト見たら、このランチが美味しそうだったんで、今日はこのお昼のランチにしました。赤だしもついて1300円、安いけどうまい。ではいただきます。まずは甘エビからいきましょうか。これすごいね、9貫と巻きでこのお値段すごいっすわ。しかもネタもプリプリ、おいしい、たまりません。しかし懐かしいね、ここへね初めて来た時思い出すわ。まだマグロとか食べられへんかって。そう、刺身全般ね、シャリとね海苔だけ巻いて酢巻きって言って、そんなん作ってもらってそればっかり食べとったんやけど、同じように来てた小学校ぐらいの子もそんなん食べてたかな。で初めてここでマグロと鉄火巻きを食べたわけですわ。お、こんな美味しい食べ物が世の中にあったのか。もう感動しましたね。そう、このマグロ、鉄火巻き、そしてお寿司の美味しさを教えてもらったのがここのお店なんですよ。めっちゃうまい。いや何回も言うけどほんまに懐かしいわ。というかもう当時はね、最初にちょっと落ちた向かいの旧店舗の方、そっちから行きだしたんや。まあしかしそんな50年ほど前のことなんで覚えてなさそうで、意外と小さい時のことってよう覚えてるからな、印象にあること特に。はははは。いやしかしほんま美味しいね。お昼から美味しいお寿司のランチってたまりません。めちゃうまーい。ネタも大きくて、いやー美味しいね。このハケで醤油飲むのがええ感じやな。はははははは。美味しい美味しい、たまりません。これまた夜もやってはるから、今度は夜に行きたいな。いやこれ結構ボリュームあって、もう結構お腹大きくなってきました。そして最後に一番大好きなマグロをいただきます。もう最高。ちゅうことで後藤さんでした。また来ます。ほなまた。さよなら。